スキー場がありますよね。あれ富士見のパノラマスキー場って、それが入ヶ沢山になります。あ、あれが入ヶ沢なんだ。お話してたんですけど、あの温度が上がってくるとやっぱりダメなんですけど、今日は結構低いの、温度が高いね。まだ見えるよ。これであと富士山が見えるんですけど、だいたい見えてる。あと乗鞍も、多分途中で中央アルプスが見えたり、御嶽が見える。